私も若かったしハンデがあったっていうこともあって安らぎよりも厳しさであの子にできたなすごい反省を今してて後の祭りでしょうかね。新太郎新年の方が花と幸せに焼いたらと思うな。幸せっていうのは何だ。まあ、いい人だ、いい人だね。楽しみにしてたのに、あ、やっと引退してくれるって。まあ、やっぱりもう本当に平たく言っちゃえばもう、S と M だからね。あっさりしたもんじゃ許してくれないと思うしね。コンテナントで理系中で、おめでとう。では、僕は引退をします。そして最後は、自殺はないとは思えない。